はい、ガルモ放送続きからやっていきたいと思います。前回ですね、ちょっとエンディングでね、あとサムネがちょっとやばかったかなと思います。本当に自分でもね、さすがに踊らせるときにうわーってなったね。ということで、前回のね、デザインした服が出来上がったので、任天プロに行きたいと思います。全然大丈夫です、一応。はい、来たか店長くん。よし、これで全員揃ったな。3人には今試着室で着替えてもらっている。ビビることはないぞ。ダメでもともとうまくいけ、ラッキー。見せてもらおうかしら、あなたがどんなデザインをしたのか。何よ、ナナ様あったら。ステラ・マッカーかっこ司を超える衣装を用意できたのかしら。いや、あった。え、かわいい。どうですか、この衣装。私はすごく気に入りました。私たちの好みも取り入れてくださったんです。ワクワクするようなデザインなのだ。ステージでめっちゃ輝きそうなのだ。確かに見事に3人の個性を引き出しているな。いや、すごいじゃないか。俺のアドバイスが生きたな。編集長はどうです、これなら申し分ないんじゃ。何よ。ダメね。全くモテなってないわ。いや、そうだよな。全くダメなデザインで。ね、トモローくん、本当に。叩くよ。何ですって？誤解しないで。私に対する言葉よ。くだらない思い込みをしていたの。名のある一流デザイナーに任せればいいって。でもファッション誌は新しい才能を見つけるのも使命。その才能の持ち主はこのところにいたのね。負けたわ。素晴らしい衣装よ。着るものの個性を見事に引き出してる。やったな。いやいや、もちろん俺も素晴らしいと思う。トモロ君一番ダメだよね。これで準備 OK だ。WGM、いよいよ明日だ。うわぁ。いよいよ明日です。後ろにマッカッカーがいます。マッカッカーさん、やっぱ選ばれなかったから怒ってんのかな。なんでよって、ね、きっと思ってんのよ。メンズって全員こうで下だし、でも誰もいないあたり見ると下って考えればいいんだよね。じゃあ行っちゃいますか、とりあえずね。ロベールどうする、終わるよ、大丈夫。じゃあ寝ますよ。とりあえずですね、まあ、ストーリーが終わったとしてもね、全然終わらないので、ガルモ方は。まだ、その後に結構サブイベントとかもね、いっぱいあるし。はい。よし。いや、ざわざわって感じよ、ほんと、ざわざわって。これ外出たら始まるんだっけ。ねえ、ちょっとタイミングだよね。展示会されるらしいよ、今日。ちょっと展示会行きたいんだけど。大丈夫？ピンポーン。よう出かけるところだったか？ちょっと上がるぞ。わあ、着てる服。ゆう、今日だな。お天道様も輝いてるぜ。準備は万全か？もちろん。いい返事だ。しかし格好が少々寂しいな。お前もドレスに着替えちゃどうだ。外はもうお祭りモードだ。お前も早く輪に入れよ。じゃあ先に行ってるからな。はーい。なるほどね。私この服ででも終わりたいんだけどね。なんだろう、ゆうたちゃんって言ったらこの格好じゃないね。まあいいわよ、ドレスね。まあでもあんまりこれ好きだなぁみたいなドレスそんなにないのよね、私。前回は多分すごいタイトめなやつを着ていたんじゃなかったかなと思うんだけど。待って、3個しかないの？前回多分これだったと思う。え、じゃあこれにしようよ。私っぽさが出てるよね、これの方がね。よし、これで。でもこれだけどちょっと寒いからね。やっぱ冬なのでね。冬なので。
こうするか。でもそうなるとね、ちょっとね、ハイサイブーツは違うなって思うの。ちょっと待ってよ。色。ゆうたちゃんはやっぱ黒なので、全体的にね。普通にピンヒールとかの方が似合うんじゃないかなと。あ、これかな。そうね。これでいきましょう。いいですね。じゃあこれでいきますよ。はい。よし。かわいい。かわいいよね。いや、店長くん、街がすごく賑やかになっているぞ。あんたもかっこいいよね、その服。だがみんなそれぞれにおしゃれで美しいハーモニーを奏でているようだな。え、待って、アロムの服って用意してなかったっけ私。え、うん、秋はちゃんとしてるね。店長さん、みんな素敵でファッショナブルだね。今ね、一人ファッショナブルではない人がいたのよ。どうしよう。でも一番かっこよくてモテるのは僕だよね。 No。 店長さん、いよいよね、月子たちが受賞するのかしら。受賞したらうちのホテルで祝賀会をやろうと思ってるの。岩壁決まってる。店長さん、いつもと違う洋服だと自分でも見違えるようです。月子様に私だと分かってもらえるか心配です。あ、そうだ、キーチ、そうそう、これにしたんだ、よかった。街中おしゃれな人ばかりや。パーッと花が咲いたみたいやな。花を飾るだけやのうて、自分も飾るのも大切なんやな。待って、本当にどうしよう。一人だけ全くダサい服だったの、本当申し訳ないな、アロム。あら、店長さん、素敵でしょ。店長さんが選んでくれた服よ。さあ、もうすぐよ。私がスカウトされるのも、私がスカウトしたいんだけど、本当に。うちの店で働かないって。わー、ナンオンセール発売してるんだけど。いつ出したの？昨日完成したのよ、あの服。ジャケット取ったりしたとしても、え？店長よく来てくれた。3人の衣装の最終チェックを頼む。店長さん、いよいよです。衣装はこれで完璧でしょうか。発信する前には入念なチェックが必要なのだ。もしどこか変えた方がいいところがあればお願いします。特にないわよ。もう全然。髪型ももうこれでいいし。うん、大丈夫よ。自信持って。ありがとうございます。これでバッチリですね。でも緊張してきました。世界中に配信されるかと思うと。ズッキー大丈夫なのだ。私もヤヨイッチーもいるのだ。店長さん、どうしたのだ。みんなありがとう。変なのだ、俺を言うのは私たちなのだ。そうです、店長さんがいたから私たち。ブブーブブーって。フライングよ、ヤヨイちゃん。フライング、すいません、店長さん、この先まだ内緒です。私たち約束したんです、WGM が終わったら。だから、さあ、ま、10分前だ。みんなロビーに降りてきてくれ。待っていたわよ。他の候補者を紹介するわね。女優のエル・グレース。なんか普通だよね。テニス選手のユリア・クルニコは、彼女はないわね。モデルのクロエ・エビアン、ちょっと怖そう。なんか裏ですごいきついこと言ってきそう。社交界の花、マリン、じゃあ、アマン・マリオ、あ、さよなら。あら、ミアリジの衣装、とても素敵ね。どこのブランドの服なの？私も着てみたいわ。似合わないと思うよ、あんたたちには。でも、きっと高いんでしょうね。でも、買い占めたいほど素敵。ちょっと黙ってよ。彼女たちの衣装はこの街のブティックの店長さんがデザインしたのよ。驚いたわ。私たちの衣装より素晴らしいかもしれない。そうね。この服、一流のデザイナーに頼んで作ってもらったドレスなのよ。私もお願いしたかったわね。交換できない。ズーズーしいわね。いつか私のテニスウェアもデザイン、あ、それはいいよ、全然。なんだ、静かにして。さあ、始まるわよ。始まるわよ、いよいよ。
今の部分ちょっと無音だったか、もしくはなんか別の BGM やってたと思うんですけど、あのオープニングの歌が流れてて、ちょっと私喋れなかったという、うん、あそこで流れたっけと思って。この5組の中の今年の受賞者が決定いたします。投票は世界中でこのステージの配信を見ている方々と、そして7様をはじめファッション業界の有名人が行います。投票はすでに締め切られ、あとは集計を待つばかりです。それではここで昨年の受賞者スワンブラックの登場です。スワンの 恋の情報はどうなったのかしら。そういえばね、今年はスワンから受賞者にトロフィーを授与していただきます。今年このシンデレラシューズを履くのは一体誰なのでしょうか。超止まってるおしゃれね。集計が終わったようです。それでは発表します。まずは審査員特別賞からです。あ、スポーティーで健康的なファッションを輝いていたユリア・クルニコワさんです。まあ、特別賞って感じ。うん。続いて準グランプリが発表されます。準グランプリはまあなんか、まあ準グランプリって感じ。都会的なセンスで今年のモードを牽引したクロエ、うん、はい。さあいよいよ今年の WGM が発表になります。今年一番ファッションを輝いていて一番女の子たちの憧れだったのはここだよね。一体どうなったでしょう。いい流れだよねこれね。それではガールズモード編集長、栄えある受賞者の発表をお願いします。それでは発表いたします。今年の受賞者はざわざわ最高にキュートで個性的な3人組、やったー平和ね。今日の衣装は本当に可愛らしくて素晴らしかったわあなたたちも見事に着こなしていたと思います。それに最も感動したのはあなたたちが着ている服が、いいねこの2人最高。自分自身を表現していたことです。そこがモードでした。え、この2人最高。高い服や有名なデザイナーの服をただ着るだけじゃおしゃれになれない。ねえ待って2人ともダサいごめん2人とも本当にごめんね。彼女たちはそのことを教えてくれました。本当におめでとう。ごめんなさい3人にスワンブラックからトロフィーが手渡されます。おめでとう。あなたたちが受賞して私も嬉しいわ。あなたたちのファッション私も大好きよ。あら、スワンさんありがとうございます。スワンさんが受賞した賞を私たちがいただけるなんて驚きなのだ。現実じゃないみたいなのだ。それではミアレジーの受賞の言葉をお願いします。ありがとうございました。皆さんの応援のおかげです。でも私たちがこんなにおしゃれになれたのは店長さんのおかげなんだ。店長さんどこにいるのだ。店長さんステージに来てください。早く早く。このトロフィーを受け取るのにふさわしいのは店長さんです。おしゃれに迷った時や困った時、いつも店長さんが選んでくれました。それに店長さんに教わったのだ。おしゃれすれば自信が持てる。おしゃれすれば違う自分に会える。おしゃれすれば元気になる。店長さんがいてくれたからこそ私たちが受賞できたんです。だから私たちからこのトロフィーをプレゼントさせてください。いや、これ本当にいい話だと思うのよ。それでは受賞者による、受賞者による、ノリノリでいきたいと思います。皆さんいいですか？イエイ！みんなもおしゃれになって夢に向かって発信するのだ。皆さんへの感謝を込めて歌います。
素晴らしい。素晴らしいステージでしたね。ああ、終わってしまった。あ、写真そうだ、いっぱい撮ってあるから。よかった、写真撮っといてね。昔々やった時はここで写真がほとんどなくてね、なんも流れんやないかっていう悲しい感じだったんだよね。もしあの BGM の関係で私の喋りがなくなってたらお察しください一応喋っとこう。いや素晴らしいよ本当に。なんでお隣のあれ写真撮ったんだろうね。あいいね。あトスコイコイコイみたいなやつね。なんかあれだよね、私前半のうちは結構さエンディングで流れるからって写真いっぱい撮ってたけど、ラストの方はあんま撮ってなかったね。めっちゃいい。いや懐かしい、あのみんなでコスプレしたの。よきよき。まあ大体どのシーンか思い出せるわね、ちゃんとね。あれが歌ってるシーンだいいね。まあいいね。てかもう長っ。いや待って、やばいやばいやばい真っ赤っか出ちゃった、真っ赤っか。やだー。あいいね、ちゃんと月子の画像が出てくるのがいいわ。でもほんと最後ね、2人の衣装ができてなかったのだけがショックだわ。あーなんか付き合ってるぶってる写真出ちゃった、どうしよう。こう見ると私月子と写真撮りすぎだな。月子大好きよね。いやほんと好きなんだけどね。あちょっと面白い写真ね。あ私の好きなメンズ2人が。なんで音ねえのあの謎の写真あるんだろう。謎だな。いやこれからあれだよね、あの選ばなかった方の音楽も踊れるようになるから、それも楽しみだよね。あ髪つややか、懐かしい。あったね、あのホタルのね、いいシーンだったよね。弥生ロッキングオンあでもなんか思ったより写真少ないかも。もっと撮っとけばよかったね。いらないね今のね。エンディングにふさわしくないよね。あったね、ギターあれしてんの。えもっと撮っとけばよかった。あーいいね、そのベニオさんと撮ったやつめっちゃ気に入ってんだよね私。いいね。あとやっぱキーチ多いね。マジね、シンソフィアさんにはね本当にガルモ5を作っていただきたい、早く頼むよっていうねもうただただ待ってる私は。これ何、どういう状況動かないけど。待って、これ曲がもしかしてさずっと流れ続けるパターン。あ、終わった終わった。はい、ということで、まあ、通常のゲームだったらね、
この話は後に、あ、いいね。これ写真撮るよ。はい、ということで、通常のゲームだったらここでね、最終回ですみたいな感じのことを言うと思うのですが、まあ、ガルム4に関してはね、全然まだまだなんだろう、遊べるし、なんだっけ、その後起きるイベント、私が覚えてる限りだと、弥生桜菜さんの弟とか妹来るよねっていうのと、あとカフェのあの店員の人誰だっけ、何なんかゾンビの話出すのと、何があったかな、なんかまだいろいろあるよね。え、バイト選ぶが増えました、なんか困るよねバイトだって変えるのちょっとねえ、ちょっと申し訳ないじゃない。よし、初めからプラスっていうのがねあるので、最悪もう一人のねバイト君、私は選んだことがないのでやってもいいなと思うんだけど、まあさすがにねストーリー同じだからね、ちょっとねっていう。あら、楽しい祭りだったな、俺は大満足だ、また寄らせてもらうから、それまで見て続けてくれって前次第だけどな、じゃあな、続けますよ、ほらってスワン来てるもんねえ、ほらいろんな人来てるから、でとりあえずさ、お金もらいに行かないもうお金のことばっかり。あら、あ、そう、サワコの会話結構いろいろあるよね、確かね。うちがホテルなんていいよね。私実家お好み焼き屋なのよ。いや、それはそれでいいよね。お好み焼き食べたい。それも素敵です。いつか行ってみたいです。本当に？実は市松社長はそこの常連でね。お好み焼き屋で夢を語ってて芸能プロなんて素敵。そう思ったのが運の月子よ。なんちゃって。運の月と月子をかけたんですね。あんまりいい気持ちはしないですけど。そうだ、ホテルのフロントに転職しようかな。間に合ってると思います。何を冷たいな、月子ちゃん。いいわね。転職のね、社長には内緒でお願いします。え、何、そんなに給料の支払い悪いの？大丈夫？やった。いくらくれる？一十、百、数、九十万。ありがとうね。よし。あ、そうそうそう、あそこの画像があれになるのいいよね。これってさ、見れたりする？ここで。あ、見れる見れる。いや、二人だけさ、しょうもない服着てるのが申し訳ない。ちゃんとしてあげたかったなぁ。ねえ、ロベール。あんただよ。ちょうどいいとこに新メニューができてます。チョコクロワッサンで、いいね。言うと思った。見破られてましたか。私はまだまだですね。あ、ありがとう。私もチョコクロワッサン大好き。やっと撮影が終わったのだ。これでようやくゴロゴロできる。いつもゴロゴロしてるって。その通りなのだ。はーい。はーい、とか言って。ではですね、ちょっとフラワーショップもやっときますか。キッチー。持ってるのよね、ではですね、ちょっとじゃあ今後についてですね、当分の間はですね、この後起きる、まあ、細かなイベントを見ていきつつ、まあ、ファッションいじりつつという日々を送ろうかなと思っております。で、その後、まあ、また多分後日言うかなと思うんだけど、何したかな途中で画面止まっちゃったから。まあいいですよ。エンディングとかで止まらなかっただけね。
はい、ということで、なんだっけ、そう、今後についてをね、今、ガルム4をね、やられている方がどれぐらいいらっしゃるかわかんないんだけど、店長番号の方をですね、教えていただけたらなと。私の方もね、出さないとなと思うんだけど、どこで見たっけ、あれってね。店長番号。ショップナビか。私のね、ちょっと残念ながら、店は今のところはちょっとダサダサなので、まあ、その辺もね、なんか可愛くしなきゃなとは、思ってるんだけど、何エラーが発生しました？待って、どういうこと？なんでエラーが発生したの？何？待って、ショップナビって何できないとか。はい、ショップナビね、開けました。私の店長番号です。見にくいよね。182007ですね。もしね、今やってたりとか、あとはそうね、なんかソフト引っ張り出しちゃおうかなっていう方いたら、昔ね、やったのよね。その、動画を見てくださってる皆様の店に行って、服のコーデを購入するという一連のね、やつをやってたんですけど、それまた今回もやりたいなと。せっかく終わったストーリーが終わったので。なので、もしね、ほんと、しょうがねえな、番号教えてやるかっていう方いらっしゃったら、お待ちしております。多分また後日ね、この、番号お待ちしてますっていうのは多分別で言うと思うので、あれなんですけど、もしこの今ね、これを最後まで見てくれて、番号を書いてもいいよって人はコメントの方に、もしツイッターの方でも全然大丈夫です。ツイッター、コメント、何でも、メールでも、そう、何でも OK です。はい、ということで、今回この辺で終わろうかなと思います。また次回ね、次回から、普通にねやっていくので、はい、ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。